テコラと一緒にお風呂に入っていったのは何歳までですか？そうですね、うちの子供たちは結構もう1年生には1人で入ってて、ある時ねパジャマを用意するのを忘れちゃってマミーが持って行ったらお風呂場に入れなかったことがあるの。鍵来てたんだよ。びっくりでしょ。ませてんな。そうだよね、小学生の低学年ってまだ入るよね。でもね、みんなうちの子供たちは鍵かけて、もうお風呂場に行ったらマミーはお風呂場には入らせてもらえなかった。びっくりでしょ、思春期だからね。そっか、次行きますね。